どうも、シュガレです。ダークソウルズ前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず、まあ、土の塔ですね。まあ、クリアしていきます。ここかな？よし、行こう。折れた直剣。まあ、折れた直剣は雑魚にな。これは。ナブローディング、ナブローディング。まあ、土の塔はちょっとややこしそうなんですけど、まあまあまあ、なんとなくはわかるんで、そのなんとなくでいこうかなと、思います。見えないね。うん。召喚できんから、なんとか自力でいこう。まあ、敵の数を大体把握したから、ここにまずデュラハーンが一人おるん、確か。あ、二人おるか。あ、いてデュラハーン撃破。おお、ザシュザシュン。よーし、デュラハーン。ん、毒かこれ。なんか毒っぽいけど、とりあえず。ああ、あおー、ジャイアント。くそ、案の定毒か。なんとなく分かっとったんやけどな。分かっとっても終わりたくなってまうのが、あの壺の魅力や。いける、攻める、攻める。あー、毒食らった。お、びっくりした、びっくりした。ん、お、叩けど。幻の壁？ファロースか、これもしかして。ファロースでもないな。あれ？あ、じゃあこっちか。とりあえず HP やばいから回復するか。よし、回復完了。あー、あいつね、ランサーね。で問答見よう。おはっ、黒金の、黒銀の槍、黒金じゃなくて黒銀の槍。いいね。とりあえずアーチャー鬱陶しいから殺しとくか。成敗。何？え、で、お、もう毒や。マジか。くそ。くそ。鬱陶しすぎる。赤しん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 。赤いつ強えわ。あいつは強かった。ふう。休憩。ゴクゴク。やばいやばい、エストビンがなくなる。ちょっと一回帰るか、一旦。ちょっとエストビンなくなるな、これ。もうちょっと、やり直そう。ちょっと一旦。お、なんか下行くとこあるぞ。まあ、ええわ。まあ、にしても、まあ、言ってもこんなん近いから。ほい。とりあえずやり直し。テスト瓶を回収すると。オッケー。まあ、敵の位置は、まあ、あそこら辺分かっとうから、まあ、毒受けずに行くと。デュラハーンをまず撃破して、まあ、デュラハーンを盾で弾いて一撃でいけるな。おい、来た！いて。ほっ、ほっ。ほっ。ほっ。あ、だ。いける、ゴリ押し。よし。あの野郎、構えてやがるぜ。まあ、関係なく倒すか。まあ、こいつは弱い。ほっ、落とす。危ない。ああ、いきなり猛者か。しかもなんかさっき車輪の上乗れたぞ。地味に車輪の上乗れたけど、慌てとったからやられた。なるほど。車輪の上乗れるんか、あれ。なるほどな。まあもう一回死んだからもうええわ、もう。もういい。堂々と行こう。とりあえず、つなぎ止める指輪つけておこうかな。車輪の上乗れたな。で、多分、あそこはどっか行ける感じがあったな、なんか。雰囲気的に。乗れるってことは、あそこに。とりあえず、まあ、ソウル回収してなあかんわ。あれ、1万はもったいない。1万ソウルはもったいないから、とりあえず、つなぎ止める指輪を、これに抜いて、あった。これで OK や。これで OK。よし。まあ、行くか。
大剣の方がこれ良さそうやな。お、あれ復活しとるやん。てててててくぐつのナイフ、ジャイアントババおるからジャイアントババ発見。はっ、危ない危ない、痛い、あー強い、あー危ない、ほい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 、まあ、ジャイアントババ撃破と、まあ、ちょっと HP 回復しとこう。一応こんなとこでやられるわけにいかんからな。その前に、あれ、スタートボタン押せへん。なんか武器ゲットしたらせれば、なんか黒銀の槍かなんかゲットしたら、見とくか一応。槍。あ、そう、あと、くぐつのナイフ。どれだ？あった。まあ、なにこれ、普通か。あんま強ないな。パッと見そんな強くなそう。槍。あー、ハイディの方が明らか強いな。ハイディやっぱこれ強いんやな。槍。まあでも、まあええわ。とりあえずあれ回収せなあかん。ダッシュ！あ、来た。あ、来た。この下渡れたから。この下行けたな、さっき。あ、落ちてあれ向こう側行けるんや、多分。あー、出てなるほど、なるほど、なるほど。あの、噛み合った男に行かなあかんねん、あれ。まあでもあの道ちょっと危なそうやからやめとこう。まあ、一旦とりあえず先進もう普通に。あんな危ない道はあえて行く必要ないわ。うん。あれ上級者ルートだこれ多分。眠り竜の盾。もう強そうやな。眠り竜。スタミナ回復効果を持つ。強っ。これ強いやん。盾のくせしてスタミナ回復の効果持っとるって。なかなか。まあとりあえずここ中盤らしいんで、大体。中盤の入り口ぐらいらしいんで。まあまあ、まだまだですね。あとまあ、倍ぐらい。2、3倍近くあるんかな。あ、なんか、ずっと行きやがった。ほっ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 。まあ、こいつ、よくよくかなり弱いな。ダッシュー！おめえ、逃げよう逃げよう逃げよう。もうアーチャーおるから逃げるべしと。よし、あ、これ確か降りてくるとかやな。デュランハン撃破。あぶびっくりした。まだお前も降りてくるんか。はい、ほい、あかん、全然効かない全然効かない。はあ、びっくりした。お前階段で降りてくるんちゃうんかよ。あ、おったおったおった。あ、ここあれやん、あ、いけるんやん、こっち。雑魚が。避ける。あ、痛い痛い痛い。いや、もうご了承や。痛い、あ、ほや。よし。撃破！よーし。まあ、こう飛び移るのは、無理っぽい。いや、絶妙やな。あそこ飛び移るんかな？飛び移るのこれ無理っぽいな。さすがにこの距離いけへんやろ。いけるかな？とりあえず下見とこう。下は？死ぬね、これ。下これは死ぬね。これ行くか、いけるかな？絶妙な距離やけど。でもあるしな、あそこ。でも飛び降り、多分、あった、飛べって書いてんかな、もしかして。ジャンプ、そして死。ん？ジャンプしたらあかんってことか、これ、ということは。ジャンプしたらあかんってことや、これ、多分。あ、こっちが映れる？この車輪乗って、あ、見ないか。いや、でも道あるな、下地味に。下道があるぞ。なんかおるし。ジャンプか、これ。よし。ジャンプ！ああ、行った！ああ、行った！ジャンプー！ん？この先、鉱石があるぞ。おお、宝箱やんけ。見えへんかった。ゲット！パイク！いらんね。こう、下は？
これ道あるっぽいな、これ下になんか。いや、これ絶対道じゃないな。ただ落としやないな、これ。まあ、行くか。よくわからん。行こう。おった!デュラハン!来るなよ、敵来るな!敵襲ってきよるからな、いきなり。あ、これ最初のとこや。あ、繋がってたわけや、ここ。なるほどね。なるほど。まあ、ここはもうほっといて、こっち行くべきかな。行こう。たた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 た。うん。来い!あ!これ次のエリアや。かがり火や、かがり火。よし、行こう。かがり火、最高!イェーイ、かがり火ゲット!ふぅ!バンファイアリーツ!お、銀猫指輪変えるんちゃう?これもしかして。こっから、降りていけるな、こっから。あ、こっから行けってことか。こっちのルート。あ、違うわ。あ、これ上に来たんか。なるほどね。あそこの上に来とるから。まあ、ここはなんもないな。まあ、とりあえず、行くか。この先、かがり火があるぞ。どうも。お、敵を発見。痛い!痛い!なんか撃ってきよう。なんか撃ってきよう、なんか撃ってきよう。ほっ、ほっ、ほっ。クーズの仮面。お、なんかかっこよさそうやな、クーズの仮面。装備品やな、多分。クーズの仮面。古騎士の、え、これ強っ!古騎士の兜。あ、でも耐久力弱っ。あかんわ。大鷹の、あった。たまりの谷に潜む、人形たちの仮面。激しいゾーンを向けられた。軽いな。軽いけど、まあ弱いな。被ってみようかな、一回。ほほ、すげえな。いいね。逆にええかもな、これ。弱いけど。まあ、軽いのは軽いけど。ちょっと怖いな。逆に自分が怖くなるから嫌やな。敵ですら怖いのに、さらに自分が怖くなる。まあ、危ない。とりあえず、あ、下あるやん。行くか。ああ、さっきそこか。なるほどね。さっきのとこね。ああ、ここ敵おるとこか。でもあそこ一回死んだな、落ちてたし、俺。ああ、この手前に落ちればいいんか。いや、でも危ないわ、これ。順番通り行こう。とりあえずこっちや。とりあえずこっちか。あ、こっちや。あ、おっとっとっと、危ねえ。びっくりした、びっくりした、なんか投げてきよう。まあ毒があるかもしれんからスルーしていくと、まあ敵を撃破していきたい。ん?ぬぬぬ?登るべし。お、敵おらんな。まあここ行ったな、一回。なんか赤色の、ん?くそ、怖えな。おお、おるやんけ。頼む、もう出てくんな。よし。おおおお、墓守の腕輪。もうなんか、ぴょん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 って言う。墓守の腕輪ゲット。墓守の腕輪と。あ、弱えな。弱えけど、まあ、あれか。軽いんか。軽装備。まあ、いらんな。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。敵めっちゃおるやんけ。なんかお前その商売じゃ、逃げる、逃げるべし、逃げるべし、逃げるべし。とりあえずエストビン飲んどこ。うおーおー強し。あー強し。あ、かがり火休んでなかったっけな。まあええわ。まああそこまで道は分かった。うん。そんな敵はおらんな。まあ落下がも怖いぐらいかな。うん、さっきはちょっと、うん、調子乗ってあんなとこで休んでまうから死んだだけで、冷静に逃げ取ったら問題なかったっぽいな。なるほど。まあ分かってきたぞ。だいたいまあ、お、こっからか。よし。ほっ、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 あ、びっくりした、びっくりした。お、めっちゃおるやん、めっちゃおるやん。あ、なるほど。こっちで上のやつか。ででででででで。
あ、マジか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 、こいつら強い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 、マジか。やば、危ねえ。なかなかやったな、こいつら。ちょっと倒しようかな、これ危ないな、このかかり火。いや、その前にあれ回収しとくべきや。とりあえずソウル1万7000ぐらい置いてきとうから、それをなんとか俺は取り返す。ほっほっ、よし、撃破。大体覚えとるから場所はもう。おお、びっくりした。こっち1匹だけやな、確か。よし、写真。お前1匹程度雑魚だ。よし、で、あの魔法使いがおるとこがあれ危ないから、あとなんか槍野郎が1人1匹おる。この中、この先に槍がおるんやね、確か。あ、この上や。お、仲間、仲間ではないけど仲間みたいなもんか、プレイヤーやから。槍が1匹おるやん、ここ確か。まあ、ここは敵1匹やから問題ないと。発見、激アップ。よし、体力回復しとこう。一応あのソウル回収し終わった、任務完了や。とりあえず、ほっ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 、あーべ、倒せこの野郎。あーあーすげえ、生き残った。痛い、危ない、危ねえ。にしても危なかった。いやー、生き残った。なんとか日の目を見ることができそうだ。ん、ここだ、ん、ここだ。なんやこれ、ここだ。なんかないんか、丸ボタン押しとこう一回。ないな、これか。弓矢で割ろう。割れへん。あー痛い。もうどっか見たら、次これも割っとこう。痛い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 。あー、どっか見た。あぶねえ。まあ危ないと言いながらやられとうけど、毒とりあえず直そう。あー、ここか。あー、ここか。いけるいけるいける。とりあえずエストビン戻らなあかんな。シュイーン、さっきこっち行ったから戻ろう。帰還。よし、これ帰ろう、冷静に帰ろう。落ち着いて逃げ帰るべし。あれ、こっちじゃなかったっけ。あ、こっちだよ。あ、こっちや。んで、右や。オッケー。ふぅ、よかった。まあ、ただ、銀猫の指輪買いに行こう。うん、あれ、いるわ。よーし、銀猫の指輪買おう。銀猫ゲットとりあえず、まあ、ある程度、あそこは分かったな。まあ、あの先か。あの魔術師の倒す先やな。先がまだよく分からんけど、まあそこは大体分かった。せい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 。銀猫ゲットだぜ。ん？あ、これちゃうな。あそこやな。銀猫の指輪を猫から買うと。よ、猫。どこ行った？あ、おるやんおるやん。ちょこんとしょられとる。あう。よし。契約。制約か。他に敵は狙われやすくなる。こんなん全然いらん。同じ神を選んだ者の世界と繋がりやすくなる。意味がわからん。敵の声が聞こえてくる。これもう危なそうやからやめとく。おっ、1万3000かこれ。ん？道しるべとなる。一部の敵を吸い寄せる。誘い寄せる。まあ、こんなんいらんな。よし。サティスファイ？さらば。よし、はい、というわけでとりあえず一旦じゃあまあ、ここら辺で終わりたいと思います。あ、20分きた。ありがとうございました。